フィリップ・マイケル・リバースは、アメリカ合衆国アラバマ州、リケーター出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは、クォーターバック。これまでにプロボールに8回選出されている。2006年9月1日の試合から、連続先発出場をしており、NFL のクォーターバック連続先発出場記録では、ブレット・ファーブに次ぐ、歴代2位の記録となっている。アラバマ州、 ディケーターで生まれた。父、スティーブは地元の高校のフットボールチームのヘッドコーチで、母、ジョアンは教師であった。その後、アセンズへ転居。当時、ミネソタバイキングスでプレーしている自画像を描き、スポーツイラストレーテッドで紹介されたことがある。少年時代からつけている背番号17は、父が高校時代につけていたものと同じである。 ノースカロライナ州立大学でプレーした後、2004年の NFL ドラフト一巡全体4位でニューヨークジャイアンツに指名されたが、全体1位でサンディエゴチャージャーズに指名されたイーライ・マニングとトレードされた。彼とチームの契約交渉はなかなか進まず、4週間のトレーニングキャンプと2週間のプレシーズンゲームを欠場し、8月23日に 1425万ドルのサインボーナスを含む6年4050万ドルの契約を結んだ。プロ入りして最初の2シーズンはドリュー・ブリーズの控え QB を務めた。2004年はブリーズがカムバック賞に選ばれる活躍でブリーズ・ダグフルーティに次ぐ第 3QB であった。2試合のみの出場でチームが AFC 西地区優勝を果たした後の最終週の カンザスシティチーフス戦の後半に初めてパスを投げた。2005年フルーティーが解雇されて第 2QB に昇格した。最終週のデンバーブロンコス戦でブリーズが右肩を負傷したため交代出場パス22回中12回成功1インターセプト2ファンブルを喫しチームは7から23で敗れた。シーズン終了後ブリーズはフリーエージェントとなり ニューオーリンズ・セインツと契約を結んだ。2006年より先発 QB を務めた。この年、彼はパス成功率62%、3388ヤード、22td,QINT の好成績を収めた。チームは14勝2敗で、プレイオフのホームフィールドアドバンテージを獲得したが、プレイオフ初戦のディビジョナルプレイオフで、 ニューイングランドペートリオッツに21から24で、敗れ、マーティショッテンファイマーヘッドコーチは解任され、ノーブターナーが公認のヘッドコーチとなった。2007年には、開幕4試合で1勝3敗となったが、11勝5敗で2年連続 AFC 西地区優勝を果たした。プレーオフで、テネシータイタンズ、インディアナポリスコルツを破り、チームに1994年以来となる。 プレイオフ勝利をもたらし、チームは AFC チャンピオンシップゲームに進出したが、レギュラーシーズンを無敗で終えたニューイングランドペイトリオッツに敗れてスーパーボール出場は果たせなかった。2008年 NFL トップの 35TD パス、QB レーティング105.5の成績を残した。プレイオフではインディアナポリスコルツを破った後、 ピッツバーグスティーラーズとのディビジョナルプレイオフでは300ヤード以上を投げて3タッチダウンパスを挙げたが q b サック4回1インターセプトを起死し24から35で敗れた2009年8月6年9200万ドルの契約延長を果たしたこの年4254ヤード 28TD パス QINT の成績を挙げて2度目のプロボールに 選ばれた。チームは13勝3敗で AFC 第2シードを獲得したが、ディビジョナルプレイオフでニューヨークジェッツに14から17で敗れた。2010年 NFL トップの4710ヤードを投げた。チームは3勝5敗のスロースタートとなり、9勝7敗でシーズンを終えた。プロボールには4回目の選出で初めてプレーした。それまでの三回のプロボールでは、 負傷で2回欠場。前年のプロボールは子供の誕生により出場していなかった。2011年もプロボールに選出された。2012年、第4週のカンザスシティチーフス戦で100戦連続先発出場を果たした。また、この試合で史上7番目の速さでパス2万5000ヤードを記録した。チームは7勝9敗で2003年以来の負け越しでシーズンを終えた。 チームは3年連続でプレイオフ出場を逃し、ノーブターナーヘッドコーチ、A.J. スミスゼネラルマネージャーは解任された。過去2シーズンで35インターセプトを起死したリバースであったが、2013年、マイク・マッコイがヘッドコーチに就任し、新しいオフェンスシステムを導入。この年、リバースはダン・ファウツ以来チーム史上2人目となるパス3万ヤードを達成。 最後の4試合を連勝し、AFC 第6シードで、プレーオフに進出した。この年パス成功率69.5%、4478アート、32タッチダウン、11インターセプトの成績を挙げて、カムバック賞に選ばれた。プレーオフでは、シンシナティベンガルズを27から10で破ったが、デンバーブロンコスに17から24で破れた。2014年、 第2週から第6週までの5試合すべてで、q b レーティング120以上の成績を残した。5試合連続120以上の成績を残したのは、彼が NFL 史上初の快挙であったが、12月には、肋骨や背中の負傷もあり、月間の q b レーティングは71.2にとどまり、これは2007年11月の q b レーティング68.8以来の低い数字であった。 勝てば、プレーオフ進出となる、最終週の試合で7サックを浴びてチームは敗れた。6年連続パス4000ヤード以上となる、パス4286ヤード、31タッチダウン、18インターセプトで、チームの MVP に選ばれた。2015年8月、4年8400万ドルの契約延長を果たした。この年団ファウツの作ったチーム記録に、 あと11ヤードに迫る4792ヤードを投げた。プロポールに選出されたが欠場した。2016年33タッチダウンパスを投げたがリーグ最多の21インターセプト、パス成効率も60.4%に終わり、キャリアで2番目に悪い q b レーティング87、9でシーズンを終えた。チームは5勝11敗で2年連続地区再開に終わった。 2017年、パス4515ヤード、28トッチダウン、10インターセプトの成績を残し、チームは9勝7敗で2014年以来となる、勝ち越しでシーズンを終えた。2018年、パス4308ヤード、32トッチダウン、12インターセプト、チームは12勝4敗で2013年以来となる、プレーオフ出場を果たした。プレーオフでは、 ボルチモア・レイブンズに23から17で勝ったが、ニューイングランド・ペートリオッツに28から41で、敗れた。2019年シーズン、チームは、積下位に沈んだ。2020年3月17日、1年2500万ドルで、インディアナポリス・コルツと契約を結んだ。コルツのフランク・ライクヘッドコーチは、かつてチャージャーズでリバースを指導したことがある。 このシーズンはチームをワイルドカードでプレーオフに導いた。プレーオフ初戦でバッファロービルズ相手に309ヤードを投げ2つのタッチダウンを取ったものの試合は敗れた。コルツがプレーオフを敗退した後の2021年1月20日、現役引退し、同時にアラバマ州フェアホープのセントマイケルカトリック高校のコーチに就任すると発表した。 レギュラーシーズンポストシーズンありがとうございます。